置き物をちょうだい。置き物をちょうだい。置物をちょうだい。様は喜んでくれるかな。ばあさま、あのね。様、どこか痛いの？結局一度も、それはどうしてもらえなかったな。
お弁。行かないと。どれだけ嬉しかったか。ごめんなさい。ごめんなさい。喜んでしまって、ごめんなさい。ごめんなさい。だって。あなたに会いたいから。ごめんなさい。ばあさま。Thank you.
お主人ちゃん。結婚っていうのは、結婚は一緒に頑張っていこうっていう誓いの言葉だよ。私はあの人の嫁でしょ。お姉さま、もう諦めようよ。きっと冗談だったんだよ。
さま。うんうん、そうだな。きっと冗談だったんだよ。アイ、そんな星座聞いたこともないよ。何を言うんだ、メカケ。あの人が嘘なんか言うはずないだろ。嘘かどうかはともかく、世の中には人の心に潤いを与える善意の作り話ってものが。あ、この話違うな。使えない本だ。今日で一体何日目だろう。あの日からお姉様はずっとこうだ。見つかるはずのない星座の話を探し続けている。それが見ていてつらい。見つからないって知ってる。見つからないって知ってるから探してるんだ。探している間は彼とつながっていられるから。つながっているのだと思い込むことができるから。他の何も見ないで済むから。それは永遠。見つかるはずのない物語を探している。そして誰よりお姉様が見つかってほしくないと思って、いや願っている。サク、あなたがあげた贈り物はお姉様を苦しめてるよ。図書館通いもいいけど、お姉さまに何かあったら大変なんだから。うん、でしょ。わかってる。心配かけてすまない。そうだな、さっき拾った捨て猫、お腹の中で温めていたことを忘れてた。凍えてたからね。まあ、目が離れてて
黒くて不細工だったし、捨てたくなる気持ちも心からわかるんだけど、そんなんでも命は命だから。気をつける。行くもんなんだけどね。さすがはサク。もとても頑張ったんだ。それは分かってるよ。